岩崎ごはん、何何、今日もやってまいりましたということで、ビブラート聞かせてね、はい、今日も元気にね、暑苦しく我々の YouTube をお届けしておこうと思いますけれども、はいはい、新しい YouTube の視聴者の皆さん、私はラーメンつけ麺辻田の創業者の辻田武宏と申します。まだまだ駆け出しの YouTuber なんで、チャンネル登録をぜひしていただいて、応援していただければと思いますんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは本日は、はい、福岡の豚骨ラーメン5選ということで、いやこれはね、これはね、とうとうこれはね、まあラーメン屋からすればなかなかですね。でしょう。これはなかなか、やっぱこれビブラート俺がやってまいりましたーなんつって、ビブラート聞かせてるのよくわかるでしょ。パーこれってこれなんか聞いてんのお前俺の話を聞けよお前一応自分も、うん、あの師匠は田中の親父のじゃないですか、うん、で田中の親父といえば、うん、豚骨ラーメンじゃないですか。はい。で、うん、その親父から教えていただいてたんで、はい、やっぱ自分も一応豚骨スープ炊いてる、かしくれ、かしくれ、うん、でも、うん、福岡の豚骨ラーメンって言ったら、うんうん、ちょっとレベルが異次元すぎて。そうだろう。いや、ちょっと、とんでもない。とんでもない。ほんまだからね。とんでもないですよ。それをね、今日は5選。まあ、あくまでも、好み。好みで、ね。俺は好みで、選ばせていただいたって。で、たまにちょっとこれ、コメントとか見させてもらうと、はい、趣旨を誤解されてる方がいらっしゃるみたいだから、一応趣旨を整理すると、はい、別に順位をつけてるわけでも何でもない。あー、なるほど。うん。そこら辺だけはちょっと誤解ないようにしていただければなと思います。はい。ということで、はい、1軒目から行ってみようか。はい。1軒目、はい。福ちゃんラーメン本店さんでございます。あのね、多分1回ぐらい行ったことあるんですけど。いや、行ってる行ってる。こういうところかな。福ちゃんラーメンだよ、お前。福ちゃんラーメンってすっごく、あの、修行した方が多くて、はい。例えば、なおちゃんラーメンとか、福ちゃんラーメン、ひでみさんとかあるんだけども、はい、あと、築地とか渋谷にも福ちゃんラーメンってあるんだよ。あ、あるかも。あるでしょ、はい、であれは違う。あれ明太子屋さんがやってるって話なんだけど、あれはちょっと違うんだけど、まあ、福岡の福ちゃんラーメンって感じで、で、あの、ラーメン博物館に福ちゃんラーメンさん出てきたんだけど、なるほど。そうそうそう。その時は娘さんがやってたっていう。娘さん、娘さんがやってたって話。でも、うん、福岡、ちょっとごめんなさい。うん、福岡のラーメン屋さんって、うん、女性の方が結構切り盛りしてるところありますよね。うん、多いでしょ。そうなんですよ。そうなんですよ。それでね、あの、まあ、俺はいろいろ食べたんだけど、その福ちゃんラーメンさんから修行して独立された、はい、さっき言ったなおちゃんラーメンとか福ちゃんラーメン、ひでみさん食べたんだけれども、はい、一番やっぱいいなと思ったのは、福ちゃんラーメンの本店さん。やっぱり。やっぱり、まあ、そこはやっぱり何でもちょっと違う。それでね、あの、ここの特徴としては、はい、福岡の豚骨ラーメン屋さんって結構ね、丼、はい、ちっちゃめのところが多いの。はい、だけど、この福ちゃんラーメンさんだけは、丼がちょっと大きめなんですよ。へぇー。で、やっぱその分ちょっとスープが多めに入ってるから、豚骨ラーメンって数もわかると思うけど、はい、スープの量が多いと脂っこく感じるじゃん。はい、だけどさ、そこをさ、福ちゃんラーメンっていうのは、さっぱり。さっぱりしてる感じ。切れてるんですね、スープがもう。そう、切れてる感じで持ってくると。うん、で、あと、福岡の豚骨ラーメン屋さんって、やっぱ多いのはさ、豚骨 100% ってところ多いでしょ。はい。だけど、福ちゃんラーメンさんは、これは多分、はい、俺の推測。では、寸胴の中にニンニクが多分直接入ってると。はい、だから、豚骨 100% ではないのかもしれないな、はい。なるほど。うん。いうところで。で、あとね、もう一個食べに行った時の注意点としては、まあ、俺のおすすめはね、博多ラーメンってやっぱ食べに行ったら、やっぱバリカタとか固めで頼んでもらいたいんだけど、はい、福ちゃんラーメンさんは麺が若干太めなの。へー。そう。だから、あの、麺は、あの、バリカタとか固めにしないで、普通で食べてもらいたいなっていう。なるほど。うん。で、今は多分息子さんが、まあ、2代目でやってて、はい、あの、やってらっしゃるんだけど、未だに行列の絶えない。福岡で。そうです。いやー。ラーメン屋さんということで、はい、1軒目は福ちゃんラーメン本店さんでした。はい、はい、2軒目、はい、2軒目はですね、安全食堂さんでございます。あ、安全食堂さんね、昔のドライブインのような作りで、はい、まあ、本当に古き良き博多ラーメンという感じだね。あそこ、あの、特別ラーメンにね、はい、これ特徴があるようなわけではないわけ。へー。なんだけれども、なぜ美味しく感じるか、ここが、はい、ここは素晴らしいのは、接客されているおじちゃんとおばちゃんが、はい、まあ素晴らしいわけ。
愛想が良くて一生懸命やってらっしゃって、はい、でこうラーメン持ってきてくださるから、なんていうのかな、やっぱり接客も味のうちじゃん、はい、やっぱそれでね、ものすごくこうなんていうの、哀愁漂う美味しいラーメンに感じちゃうんだよね。なるほど。でとにかくラーメンはもう本当にシンプルで、スープは薄いんだけれどもボディがしっかりあって、コクがものすごくあってさっぱりしてる感じ。もう本当に理想的よ。薄くてもコクがあって、しかも切れてるって素晴らしい。すごいっすよね。そう。うまい。でここはラーメンも美味しいんだけど、はい、焼き飯っていうのがあって、はい、これちょっと量が多いんだけど、まあ焼き飯食べてらっしゃる方とか、はい、とかあと柏のおにぎりとか、いなりも一緒に食べて、でそれを食べて。お腹いっぱいになってね、1000円ぐらいで、それで幸せな気持ちになって、また帰り、ドライブして帰るっていう、素晴らしいラーメン屋さんでございます。愛ですね、やっぱ。そう。やっぱそうそう、愛なんだよ、ここは。うん、あの、おじちゃんとおばちゃんのね。なるほど。ということで、2軒目は、安全食堂さんでした。はい。はい。3軒目行ってみたいと思います。はい。3軒目は、元祖赤のれん、せっちゃんラーメン、天神本店さんでございます。ちょっと長いけど、はい、今覚えられるかちょっと心配だったけど、ここもね、赤のれんっていうのは何軒かあるけれども、はい、赤のれんせっちゃんさんっていうのがもう赤のれんの中でも有名なお店でございます。福岡では珍しいんだけど、ちょっと若干ね、なんていうのかな、平打ちのあの麺なの。で、福岡は塩ベースのあのタレが多いんだけども、ここは濃いめの醤油をベースに使ってる博多ラーメンのお店。ちょっと色が違うってことですか？若干、あの、もちろん醤油ベースだから、あの、色もなんかそういう色をしてます。はい、醤油っぽい色ね、はい。ラーメンを食べて歴史を感じたい。はい、もう、わかるぜって。わかるぞ、親父っていう。この感じを、やっぱ出しながら食べたいっていう方、はい、結構いらっしゃると思うんですけど、わずっと来てんな俺は。そう、はい、もしくはその歴史をこう食べながら、俺はこの店の歴史を分かってるぜってこう言いたい方っていうのは、ぜひこの赤のれんさんを食べることをおすすめしたいと。なるほど、うん、みんなこうやってやりたいでしょ、こうやって食べながら。どうなのかな、え、やりたくない？大丈夫かな。大丈夫大丈夫はい、ということで3軒目は、はい、元祖赤のれんせっちゃんラーメン天神本店さんでございました。はい。はい、じゃあ続きまして、はい、4軒目、はい、元祖長浜屋さんでございますということで。まあでも愛されてますよね。そう。だけどさ、うん、僕はね、初めて元祖長浜屋さんを食べた時に、はい、良さが実はわからなかった。今改めて食べると、はい、あ、長年この愛されてきた理由が。なんかちょっとこう分かるような気がしてきた最近、はい、だからここは入れさせてもらったんだけれども、はい、うまいとかまずいとか、はい、もうそういう言葉では言い合わせない歴史を食べてる感じなの、ここも。で、このラーメンをぜひ食べるときには、はい、卓上に紅生姜とかごまとかあるからね、はい、それらをもうこう自分好みにこうアレンジしてね、ぜひ入れて食べてもらいたいなと思うのと、これ、はい、もうしょっちゅう最近はね、福岡行った時は必ず行くんだけど、はい、やっぱね、常連さんが多い、とにかく。ちょっと並んでる時なんかもあるじゃない、はい、でもやっぱ後ろから見てると、常連さんはね、もうみんな後ろから出てる。うん。わかるよ、親父っていう、この感じ。だから、ぜひ、あの、福岡に旅行に行った際には、はい、元祖長浜屋さんに行っていただきたいと。はい。いうことで、ここも4軒目に選ばせていただきました。はい、ということで、4軒目は元祖長浜屋さんでした。はい。ありがとうございます。5軒目。はい。げんこつさんでございます。げんこつさん。実は、ここはね、あんまり有名じゃない。有名ではないんだけれども、はい。素晴らしく品のある、数みたいなラーメンを出してる。もう品の塊みたいな。もうこの辺がキラ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 ってこう輝いてる数みたいなね。もう本当に品のある。ああ、大変。後輩はね、もう本当に大変。そして、はい、ここの特徴としては、なんと俺びっくりしたんだけど、はい、豚骨ラーメンって、はい、基本的には化学調味料入れないと成立しないっていうのが、いわゆるよく言われてる話なんだけど、はい、ここは無価値を歌ってる。嘘。ほんと。豚骨ラーメンで？で、無価値を歌ってるの。へぇー。そう。芋洗い係長じゃないの。無課長なの。無課長ね。係、うん、長じゃなくて、うん、無課長。そうなんですよ。すまんね。でもすごいですね、無課長は、うん。普通動物系と、グルコノサミンとイノシシ酸の、このバランスで食わせるじゃん。そうですね。うん。それなのに、ここは無課長でやってらっしゃる。だから何で俺も旨味を出してるかってことは、散々食べてるんだけど、ちょっとわからない。でも美味しいってことですよね。そう。で、またさ、看板がシンプルなんですよ。
素晴らしく。欲しがってないんだ。欲しがってないのよ。またそこも素晴らしいじゃん。ということで、はい、まあ、今日はね、福岡の豚骨ラーメン5000ということで、やってまいりましたけれども、はい、ぜひですね、ここまで見ていただきまして、旅行行った時行ってみようかなとか、寒い日の夜に、ピュー、ピューって風が吹きに行ってみようかなとか思っていただいた方は、ぜひ、高評価、そしてコメントの方、そして、チャンネル登録をして応援していただければと思います。本日は、福岡の豚骨ラーメン5000でした。どうもありがとうございます。よいよいよい朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。